ゴングが鳴って、いよいよこれから大阪府立体育館に萩原、山崎、ゆり両選手が登場してまいります。山崎いつき、そして美美萩原両選手に対しまして、今花束が贈られております。大阪府立体育会館であります。第6試合新町サルプに本勝負を行います。赤コーナー、オールカシルチャンピオン130パンド美美パシフィックチャンピオン、ミミ萩原であります。青コーナー、140パンド山崎一輝、そしてデビル軍団期待の大型新人であります、将来を約束されております山崎一輝選手。最近ちょっとミミ萩原選手がまた体調が悪くなったというんでしょうかね。そうですね、盲腸が痛いとかね、体の不調を訴えてますけども、どうなんでしょうか。今日はまあサポーターなんかはあまり見られませんですけどね。そうですね、盲腸の方も良くなったみたいですよ。そうですか、はい、塩野さん、はいはい、ドライカーですが、オールパシフィックでですね、大変な試合を行いましたよね、はい、その疲れはすっかり取れたそうなんですね。あ、そうですか。それからタイトルを守らなければっていうですね、プレッシャーが最近なくなったせいか、気分的に楽になりましてね。なるほど。食欲の方も随分あるそうです。あ、そうですか、はい、そういえばちょっとふっくらとしてきたかもわかりません。ミミ萩原選手であります。しかし今日は新人とはいえ、はい、山崎いつきであります。あーっと、ご覧ください、このなかなかやりますですね。そうですね、先輩に対してこういったことは見ないものでありますが、山崎いつき選手、さすがデビル軍団の新芸であります。さあみんないきなり行きました。何か肩口のあたりであります。たまらず今場外におりました山崎いつき選手、どうしたんですか。いきなりなんかのストーンみたいな形でいったんでしょうか ね、 そうですね、肩の、塩野さん、はい、山崎いつき選手はですね、試合前に聞いたところによりますとね、はいはい、以前右肩を脱臼してるんですね。あ、なるほど。それがまたね、最近ちょっとおかしくなったそうなんですよ。あ、そうですか。じゃあそのあたりをね、狙っての先制攻撃だったかもわかりませんね。はい、はい、なるほど。さあ、ミミ萩原選手、相手のウィークポイントはもうとっくに承知の上であります。鈴木の美さん、はい、この山崎月がですね、デビル軍団になっては大きく成長してきましたですね。本当ですね、はい、立派になりました。まあマンツーマンでね、デビル正美選手の特訓を受けてるんだそうですけども、なるほど、今なるほど、小早川レポーターのね、報告通りで、やはり右の肩ちょっと脱臼気味なんですね。そうですね、今山崎月選手が耳萩原選手を場外に、おっと放送席にやってまいりました。さあ、あっと叩きつけられました。ミミ頑張るという、ね、声援が飛んでおります。山崎一輝選手が放送席の、ね、机の上に乗りました。いや、放送席の方にも、ね、何かご挨拶という感じでやってまいりました。山崎一輝入りました。ミミ萩原選手入りました。いや、目の前で見ると怖いですね。なんか迫力感じるでしょう。怖いでもいいですね、怖くてもうドキドキしちゃいますね。
マイクロフォンを忘れてね、思わず逃げちゃいますけども、はい、あの技術の方はですね、マイクロフォンがもう何本壊されるかわからないということで両替担当になりますとね、一斉に係員がこのマイクをね手順にやってまいりましてね、大変です。さあ、あっと山崎樹選手、さあこれはマイクロフォンでしたが空振りに終わってしまいました。いや、体重がありますからね、さすがにこの辺りは耳冷静に相手の動きを見ておりました。しかし依然として山崎の構成がついております。ね、今も下蹴りを見せております。あっと、そしてね、髪の毛を踏みつけております。山崎樹であります。今日は大阪府立体育会館からお送りしております、全日本女子プロレス山崎樹耳萩原の対決を迎えております。髪の毛って違反ですよね。もともとね、もう久保さんの言う通り違反なんですよね。ですから、髪の毛はあまり引っ張っちゃいけないということになってるんですけど、今みたいにね、ですからあの、違反の反則のね、カウントをレフリーは取ってるわけなんですよね。ギリギリまでやってますからね、悔しいですね、見てると。なんとなくあの、ミミ・萩原選手と久保さんのね、あの、ヘアスタイルとか髪の毛の長さなんか同じような感じでね、坊主にするわけいかないですからね、これは。本当はしたいんですけどもね、した方が有利なんですよ、試合やるときは。あ、そうですよね。捕まらないですもんね、捕まらないですもんね。はい、ところがやはりあの、女ですよ。ね、やっぱりね、なんか聞いたくない。そうですよ。気持ちはわかるでしょ。それわかります。ね、まあ、なんかあの心境の変化があるときはね、短くなるかもわかりません。福岡さんは最近はないんですか、そういうこと。ありません。あ、いや、あるんだけど切らないみたいですね。あ、そうですか。切り替えてください。ね、さて、もう一回ロープに振りました。さあ、あ、これはここであります。バックフリップ。力があります、山崎ゆっき。やはり宮本さん、今みたいなことができるんですから、大したもんですね。軽量ですからね、軽量ですからね、まあ、海の悲しさでもあるわけであります。大きく成長いたしました山崎樹、まあ、今日はですね、やはり山崎樹としては人気絶頂の海萩原選手相手ですから、いいところを見せようという気持ちがね、当然広さんあるでしょうね。高いですよね。ここはね、見せたいですよね。もうここらはチャンスですから、ね、はい。しかも大阪府立体育会館、ね、格闘技の殿堂であります。さあ出ましたね、え、人間風車の体勢に入りました。気合いもろともという感じであります。やはり体が小さいだけで、あ、厳しいですね。さあ、耳を取りやらせるロープからどうか、やはり避けられませんでした。ねえ、シュートロックが綺麗に決まりました。そしてどうかと、どうするか、バックブリーカーの体勢に入りました。さあ、バックブリーカー、肩が痛い、肩が痛い、どうか落としました。山崎一輝、前線検討しておりますが、ちょっと動きが止まってしまいましたね。おっと、ビーナス固め出るか、ビーナス固めが出るか、あっと、ビーナス固めの体勢に入ろうとしております。さあ、どうでしょうか。あっと、絶叫絶叫、あっと、カウント入った。あのままカウントが入りましたね。そうですね、はい。いやー、取り合わせますね、アイノスね。絶叫いたしましたが、ダメであります。やはりあの新潟卓球のハンデキャップはね、予想以上に大きかったようであります。カウントが3つ入ってしまいました。耳萩原、貫禄の勝利であります。何言ってるんだという感じでね、冷ややかに抗議する山崎樹を見ております。耳萩原選手であります。山崎としては今の判定は不服なんでしょうか。そうですね、今肩痛めてますからね、はいはい、ビーナス型もやられましたね。ちょっと逃げられないですよね。逃げられません。普通だったらね、山崎だったら逃げられたかもわかりませんもんね、まあしかし逆に言えば耳萩原選手は相手のあの右肩脱臼という勘でキャップをですね、ウィークポイントを十分に今日はつきましたね。そうですね、うまい攻撃を見せました耳萩原選手であります。